6月の振り返りの2回目ってことだな、うん、さっき名前出てこなかったあれです、ソルトのプロデューサーはねインフローってやつだな。なんか検索したら出てくる？出てこない別に。インフロー INFLO グローイングやバリュー、これ絶対違いますよ絶対違う特に出てこないっていう。なんだろうな。まあまあいいや。そうで、まあそうだ、だから1位まあソルトでよしとして、はい、2位がデリコッジです。デリコッジか。デリコッジはね、好きなんす。本当。何それ。なんでそんな切ない顔するの。いや、ジャニーチャプターって本を昔編集してたんですが、はい、専門家だよね、まあ、だから。僕は詳しくないんですが、あの本に載ってる人で僕一番好きなのデリコッジかもしれないですね。わかる。何その顔なんか毎回出るたび感動しますね。そうなんだよな。リブトゥデイっていうのが2014年かな13かな出てから、なんかそれで1個前のアルバムがあって、で今回のがね、1個前ってのがあれだっけ、本人がなんか映ったやつ、ね、そうあれもね、いいアルバムですけど。いやてかさ、やっぱりさ、てか会ったことあるんじゃなかったっけ。1回ね、会ったことね、あるんですよ。で、あの取材で、あれだとですね、マックスウェルのね、バンドに参加してて、マックスウェルのステージ監督だったかな、やってるんですよね。どっちが監督だった、あれ、それこそクリス・デブとか入ってたのって違うか、グラスパーが入ってたのか。グラスパーとかも一時入っちゃうんだと思うんですけど、ですね、グラスパーがね、デレック・ホッチは引き継ぎないところが素晴らしい。何をいつ弾くべきかはもちろん、いつ弾くべきでないかも分かっている。で、ロバート・グラスパーが入ってたらしいです。面白くねえコメントだな多分ね、アギラさんのインタビュー書いてて僕はパクっただけなんですけど、いやいや、本人もね、言ったんですよ。ですね、僕はちょっと待ってくださいね、うん、僕はこれだ、楽器を弾くベーシストとしての自分、次にプロデューサーとしての自分、そしてソングライターとしての自分、その3つの側面から意思決定をすることによって自分のありのままを感じられるアルバムにできたらと思ったって。今回のやつ？それは前作ですね。でも多分それは前々作にも新作にも常に言える。いや、だからデリコッジがすごいのは、なんか俺が思うのは、ほらパッと聞くと全然新しくない感じに聞こえる。ほら、要するにグラスパーとかクリス・デブみたいなのさ、うん、そのリズムのさ、いわゆるその、うん、あの感じねみたいなのっていうのがあるじゃない、うん、でデレコージって割とさ普通にフュージョンっぽいじゃん、うん、あれすげえな。なんか逆に言うと、なんつうんだろうな、ちょっとそのこっちも注意して聞かないと、うん、その聞き逃すことが、うん、ものがすげえ多い気がするという、うん、なんつうんだろう、自分なんかデリコッジだけちょっと新しさの基軸みたいなものとかさ、うん、やりたいことの基軸っていうのが、うん、ちょっとその周辺の人たちと全然違う感じがするんだよね。そうだから、わっ、こいつすげえなみたいな感じやっぱりするな、うん、やっぱだから自分で英語音楽とかもやっててスコアもかけてっていう、でアレンジもできてって人だからなのか、うん、でもそれだけであんま説明つかない感じしますよね。なんか視点がそもそも、うん、やろうと思っていることも視点が違うっていうか、だから分かんないですけど、ロバート・グラスパーとブライアン・イーノを、うん、どっちに近いかって言えば、どっちかというとブライアン・イーノの方がむしろ近いんじゃないかっていう。そういう感じあるし、だからさ、今回のアルバムもさ、最後の方とか、もうボン・イベルみたいな、なんだこれみたいなさ、だから結構な、あれ、ビジョナリーだな、なんか。で、まあ、今回でも面白いいいアルバムだったよねっていうのは、そのほらバンドもすげえ若手なんでしょ、うん、なんかそう、なんかね、いつもやってるメンバーじゃない人ですね。そうで、ツインドラムとツインキーボードみたいなのの5人みたいな確か設定だって書いてあったと思うんだけど、なんだろうな、それでってさ、なんかほらなんかすげえ新しくてギョッとするみたいな感じもなくて、超ちるいじゃん、うん、その俺は本当にあれ
この間そういうことでミヤちゃんの車に乗りながら、うん、デッカルトであれ聴きながらドライブしましたけど、うん、楽しいぞそう、あ、いいんだよな。だからしかもなんか夏感みたいなのあるじゃない、うんうんうん、フュージョンらしいさ、なんかその、うん、軽薄な夏感みたいなのっていうのもさ、絶妙にあるっていうか、だから機能的な面だけで言うと、割と最初にちゃんと高揚させて、うん、だんだんクールダウンさせてくれるっていう曲の配置だから、割と毎回。だからそういう意味でも、なんかまた聴きたいねって気分になるんですよね。なんだよなぁ。だからこれ、なんか、で、毎回コンセプトは違うから、そうなんだよね、音は違うんだけど、割とやりたいことも一貫してる感じもするから、なんか安心感もあるし、安心感もある。でも、ちょっと攻めてもいるし、っていうね。このデリック・ホーティーっていうのはすごい、うん、なんかほんとね、だからなんか本当に音楽分かってる人なんだろうなって感じがするね。いやなんかポストロックとかむしろそっちに近いっていうか、なんか発想としてもなんかやりたいことが一人だけ違ってね、見応えありますねっていう感じですけど、デリック・ホーティーはいいやつだなっていう、多分だな、うんうん、でいいやつ感あるからな、やっぱ 音からしてな、うん、グラスパーとかがね、やっぱ割とヒップホップの人間って言ったら変ですけど、うん、まあ割と B-boy 的なのに近いとして、やっぱこの人はね、もっと賢者みたいな、なるほどな、なるほどな、クレバーって感じなんで、そう、だからデリコーチみんな聞いた方がいいな、あれ不思議なアルバムだよな、うん、うん、だからなんか別にジャズですらない感じあるから、うんうんうん、つってほら別にヒップホップに行ったみたいな感じもなくて、うんうんうん、どうやってここの落としどころ見つけるんだみたいな、そう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 そ言えば、あの若林さんがあのベース持ってた記事がすごい、そうそう、おかげさんで大好評で、そう、日本の楽器メーカーがすごいんだぞっていう記事の最後で、うん、お前はなぜ立憲ばっか持ってんだっていうツッコミが来たんですか確かにそりゃそうだよな何も考えず、ただその場のノリで無邪気に違うんだ、あれは一応言い訳をしとくと、あれそもそも紙に載ったわけだよね、うん、ローリングストーンの、うん、で、それがほら楽器特集だっていう話なので、うんうん、でこの辺ってやっぱあれだね、ウェブで切り出されると確かに意味性が、うん、そのいや、確かにそれいいツッコミだと思ったけど、うん、そのほら楽器特集の中で筆者がしかもまあちっちゃく載るわけじゃない、うん、プロフィールが、うん、で それでだからお遊びでじゃあもう、うん、ベース持つかとかつってやったのはさ、多分紙面で見てるとそんなに気にならないはず、まあまあそうですよね、そう、あ、サービスしてくれたんだなみたいな、そう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 ウェブに乗るとな、しかもでかかったからエレ押し出し強い感じでベース持っちゃってるから、そうそうそう、意味性がねちょっと左してしまったっていう話、うんまあでも立憲ばっかを弾いていたってことが重要だけど弾いたんだなっていうそうそうそう、でそれもさ、どっちかというとほら記事に紐づいてんじゃなくて、うん、著者プロフィールに紐づいてる画像だからさ、うん、記事との関連性じゃねえんだけどなみたいなところはありつつ、うん、まあでもそれはね、その紙からウェブにその記事を移植したときにいろんなものの意味性が変わるんだなっていうことのね、いい例としてね、それ編集論としてね、いい指摘をいただきありがとうございますっていう感じまあ、まあでもやっぱあの理研ばっかはちゃんとね、なんか思い出があるから、まあまあだからそうそうそう、だから一応俺ほらなんつうの、本当に上手くないベーシストでバンドやってた頃とかベース弾いたりし、本当下手くそなんで、別にで高い楽器買ったら上手くなるかなと思って理研ばっかを奮発して買ったんだけど、うん、別に上手くならないし、立憲とかすげえ弾きにくいんだよ、うん、手でかくないとあれなんだけど、俺的には一応さ、まあメタリカのクリフ・バートンと、うん、ラッシュのゲディ・リーと、うん、あとはまあ
レミー先生かな、うん、モーターヘッド、そうモーターヘッドのねっていうことへのオマージュっていうふうなことだったんで、まあそれも別に日本の楽器となのか一人も関係がない、何でも何の関係もなかったなみたいな話だったんだけど、うん、そうそうそう、でやっぱりそのな、それでたくさんほらこの間あれじゃん、ローリングストーンのさ US 版にさ、そうベストベーシスト50ドーン超長い、あれ何なのてか、ね、要するにそのグレイティストベストその手の企画、いやでもランキング企画自体は多分昔からもうずーっといろんな、もうこの間もボブ・ディランベストソング、グレイティストソング100とか出しててボブ・ディランで、うん、なげーって思って、それ1位なんだったんですか、なんだっけかな、あ風に吹かれてではなかったんですよね、あライカ・ローリングソングだったかな、ライカ・ローリングソング違ったかな、まあそういう感じなんですけど、まあ、なんでこのタイミングなのかはいまいちよくわかんないですけど、ただなんかね気が利いてるランキングだと思って結構僕これ出た日に割と、うん、呼び込んじゃってて仕事に支障が出たんですけどなるほど、ちょっと待ってよ、今ボブ・ディランのやつ出したんだけど100位から行くやつだ、うん、そうすげえ行かないと、ね、1位にたどり着かないこのね、でもいきなり1位からね始まっちゃったらね、うん、それで終わりだあ1位こいつか、お、50位まで来た、どうとも、なるほど、でね、ベースのやつも面白いあれだったよね、うん、なんかこれちょっと待ってよ、ちょっと一応ボブ・ディランのやつだけ言い出して、うん、気になるわ、あ、1位ライカ・ローリングストーン、あんたらしい、まあ、ローリングストーンだからそうだな。まあ、そうですね。ローリング。ちょっと一応2位も。ちょっと2位もあった。ハードレンズ・ガナ・フォール。タングル・ダッピング。ジャスト・ライカ・ウーマン。オーラ・ロング・ザ・ワッチ・タワー。アイ・シャル・ビー・リリースと。イッツ・オーライト・マン。ミスター・タンバリン・メン。ビジョン・ゾ・ビュアンナ。エブリー・グレン・オブ・サート。なるほど。まあ、もちろんボブ・ディランのね新作が出たからっていう企画、あ、それはそうだよね、だと、うーん、いやもう、まあね、もちろんあれですけど、ただうん、わかる、俺もね1分分ぐらいトータルで曲飛ばしながら聴いて、いやこれ良さそうだなと思ったんだけど、ちょっとそう今じゃないなっていう感じで、もうちょっと、ちょっと申し訳ない、だから今日ボブ・ディランの新作の話は出てこないっていうか、そう、いつかデリコッチの方がやっぱね、そうそう、あのメンタル的な面でちょっとボブ・ディラン聞くとマジで多分あのいいんだけど辛くなりそうで、そうだよな、よさそうだったけどね、うん、ボブ・ディランのね、だからやっぱすげえな、こんなんですいませんって感じだけど、ね、そうそう、でそのベーシスト特集っていうのがね、あの面白くて、まあちょっとずっとこれ喋ってられそうなやつだけど、うん、結構あの国、ジャンル、人種、性別、うん、まあそれなりにバランスがいいっていうか、そうそうそう、だからジャズの人も入りつつ、うん、いわゆるなんていうの、そのそのソウルとか ね、うんうん、ね、あとエルビスのバックで弾いてた人とか、ね、うんうん、そうそう、あとそれこそボブ・マーリンとかにアストラレットとか、うんうん、あ、デビッド・フッドとか入ってて俺は結構感動した、デビッド・フッドってほらマッスル・ショールズ・リズム・セクション、はいはいはい、アラバマので、俺この人会ったことあるんだよそうですか、っていうかマッスル・ショールズに行って、うんうん、この人にあそこなんだっけな、アトランティックのスタジオがあったのを話した、うん、いい思い出で、ほら有名な話あるじゃん、なんだっけ、誰だっけな、それこそアリサか誰かのアルバムをポール・サイモンが聴いて、うん、同じリズム帯でやりたいって言って、スタジオ入った白人のやつが弾いてたんで、うん、お前誰だっつって、うん、いや俺そう弾いてたんだけど、うん、みたいな、お前白人かみたいなさ、うん、そういう話があったりするんだけど、そう。でね、そランチ連れてってくれたわけ。おぉ、いい話ですよ。それで、いわゆるソウルフードっぽい店あるとかさ、うんうん、そのスタジオのこうその裏にある食堂みたいなの連れてってくるって、うんうん、めちゃくちゃうまくて
てかアメリカ南部でいやうめえもんやっぱ出会うってあんまり想定できないんじゃない、うん、実際うまいもん見つけるの結構至難の技なんですよ。それすげえうまくてなんか本当に結構上品な味の、うんま、いや豆の煮込みとかなんだけど、ここ要するにレコーディングの途中でアリサと来たんだよね、うん、みたいなさ、いい話だなみたいな。うまい店知ってるっていうのがいかにもそういう仕事してる人ってベジストとかね。そうそうそう、デビッド・フッド懐かしいな、まだ生きてらっしゃるのかな、うん、どうなんだろうな。面白いんだよ。だからね、でマッスル・ショールズって不思議な街で、うん、本当に、うんライブハウスとか全くないわけ、うんうんうん、なのでなんかしけたファミレスみたいなところでバンドが演奏してるみたいな感じしかないんだけど、うんうんうん、あの時にまあもちろんスタジオがあったからっていうことはあるんだけど、うんうん、なんかそのマッスルショールズっていうのが一個のなんつうの、うん、そういうなんかシンボルになったっていうのは結構不思議な感じするなっていう、うん、全然音楽の街じゃないっていう感じだったんですよね。いやいいかもね。あ、だからさ、あれですよ、今のあれで言うとね、27位がデビッド・フッドで、うん、そのローリングストーンのやつ、うん、で、25位がメタリカのクリフで、うん、で、24位がラッシュのゲディでございます、うん、そうレミも入ってましたよね。レミはもうちょっとあの上の方だったね。そうっていう感じで、ちょっと待ってよ、これ上の方に行くと、21位ギーザーバトラー面白いんだよな、こういうのな。そうそうそう、見っちゃう見っちゃうんだよな、うん、あでも一応じゃあ10位からいっとこうか。うんと10位ジャン・ロン・カーター、うん、なるほど。9位ポール・ポール・マッカートニー、うん、まあ、まあ、なるほど。で8位ジャコ・ジャコ・パストリアス、うん、で7位ラリー・グラウン、ああ6位ジャック・ブルース、うん、ああで5位がキャロル・ケイって人だな、ね、これ知ってた。僕もね、あんまそんな詳しくなかったんですけど、なんか名前が聞いたことあったっていうか、でもこの人がやっぱここに5位に入るんだっていうので、うんうんうん、あんましっかり分かったんですけど、映画でなんかいろいろあって再評価がするんだって思って、で、やっぱ気になるんで、僕もねちょっと勉強不足でね、改めてプレイリストとか聞いたらすげえじゃんと、なんかペットサウンドとかね、うん、今俺もこれ読んでるけど、あれだ、ラバンバ、リッチバレンス、そうそうそう、ラバンバのベースとか、うん、ね、ミッションインポッシブルあ、それすげえじゃん、レジェンドじゃねえか、うん、すごいな。あとね、ドアーズの、あのライトマイファイヤー、うん、あれだけこの人が弾いてるみたいですね。そうなん だドアーズってね、ベースいないから、いないよな、うん、実はこの人が弾いてたとか、あと、ラブの、あのフォーエバーチェンジスでも弾いてたとか、すげえじゃんと思って。いやでもね、これそのあのほらリスト見てて思ったのは、うん、まあ、結構やっぱそのでそれいいことなんだけど、うん、やっぱ時代にある種適合的な形で、うん、要するにある種の人種的なその配合みたいなのと、うん、やっぱり女性ちゃんと評価するっていうのはさ、うん、あのいいよね。あとバカテクカリスマランキングじゃないってことですよね。そうだね、うん、そう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 、うん、だからまあ必然的にそうなってくるよね、多分ね、うんうんうん、だからなんかこれ結構いいリストだなって思うし、うん、ほらちょっと印象変わるもんな、なんかそういうドアーズのなんか、うん、じゃあライトマイファイアーズさ、うん、そんなこうなんだっけ、そうキャロル系って人が出てきたみたいな、なんかちょっと ベースに耳を傾けてね、ね、聞くとまたちょっと聞き方変わってくるっていうか、ね、そう、うん、でなんかほらあれみたいな話じゃない、あのほらジャネル・モレイが出た映画でさあったじゃん、あの NASA のあのほらあのいわゆるロケット飛ばすののそのあなんだっけあれあれが、ヒドゥン・フィギュアーズっていうタイトルの映画だけど、うんうん、なんだっけドリームドリームスみたいな、そうそうそう、うん、ああいうほら再評価ってあるで、結局あれであのジャネル・モネの役だった人かなが NASA の本部の名前今度変えるんだけど、うん、あの人の名前になるんです。なんかそういう意味で言うとやっぱほら歴史の書き換えってさ、うん、まあアメリカはすげえ今極端な形でやってるけども、うん、ほら昔は偉いとされてきたけれども、うん、今はそうでもないとかさ、うん、
だからその再評価みたいなことによって、うんうんうん、もう一回その歴史におけるほらどういう順番かみたいな、うんうんうん、そのプライオリティみたいなものが変わってくるみたいなさ、そういうのが俺やっぱりいいと思うしさ、なんか歴史ってそういうもんじゃんみたいな気はするんですよね、うんうんうん、だからその手の話ここでも何度もしてると思うんです、うんうん、やっぱそういうまあだからアメリカ人は逆に言うと それに対するこだわりがあるんだよね、歴史を常に書き換えなきゃいけないなんで今までその埋もれてた人とかをさ、うん、ちゃんとこうね再発見して、うん、しかもちゃんと上位にこう、そうそうそう、ね、置かなきゃいけないみたいな、俺が好きなあれが入ってねえなんて認めねえぞみたいな態度の100万ドルが払った志の高い、そうそう、志高いと思う、うん、それで4位がブーチーね、うん、まあそうですよ ね、まあ、ね、でもこれね、ピアノ好きの俺から言わせるとね、まあブーチーそうなんだけど、いやーっていうかあのロドニー・スキートってやつがすげえんだけどなみたいな話があるんだけどまあいいや、あとコーデル・モッソンっていう、うん、ピーファンクについて語ったら止まらない。そうなの、で、ほら、ピーファンクのすげえのは、そんな話もしたっけ、あの、ピーファンクにいるメンバーって、ほとんどピーファンク以外で活躍してないっていうところがやっぱり、本当に泣けんなみたいなところがあって、うん、俺が一番好きなのは、あ、この間だってさ、2週間か3週間ぐらい前の、いわゆるほら、あの、BLM の、その、あれが、ほぼ、結構、絶頂に達してた頃の日曜日の、うん、ほらピッチフォークのさ、うん、あの名盤振り返りコーナーで、うん、マゴットブレーン取り上げられてたの、ああハンガリーからね、うん、10点でしたけど、うん、で そこで書いてあったのが、うん、あの次は面白くて、うん、ティッキー・フルウッドっていうドラマーなんですよ、うん、当時のなんかで行くって、うんうん、でそれこそマゴット・ブレンダーがなんか聞いて、うん、マイルスがね、うん、マイルス・デイビスがそれを聞いて、うん、あ、いいドラマがいいなっつって、うん、ティキー・フルウッドをマイルスが呼び寄せるんだけども、うん、すぐ追い出されるっていう、うん、すぐ追い返されるっていうさ、だからそれって逆に言うとジョージ・クリントンって人が、うん、ある意味いかに優れたプロデュース能力を持ってるかっていう風な話でもあって、うん、つまり他じゃ役に立たないさ、うん、ですげえ優秀なんだけど、うん、他だとあんまりこうなんていうの、そういう意味で言うとこう相互性のないミュージシャンを、うん、こう集めて、うん、こうドンとやるっていうさ、すげえな、それは真のプロデュースですね、そうそうそう、でそうなんだよ、だからなんか、うん、ジョージ・クリントンやっぱすげえなっていうふうに思うのと、あとやっぱりその、まあ、ちょっとせっかくファンカデイクの話になったから一個だけお話しとくと、うん、ファンカデイクのこれマゴット・ブレインっていう曲ね、うんうん、あれ基本的にほらあの本当にギター一本じゃない、うん、ってか後ろでアルペジオが鳴ってて、うん、あとはエディ・ヘーゼルって人が延々ソロ撮ってるって、それで10分ぐらいある曲なんじゃない、うんうんうん、で最近のファンカデイクあのマゴット・ブレーンの、うん、例えばアップルミュージックとかスポティファイだと、うん、ね、2000何年バージョンっていうのになってて、うん、未発表音源が3曲ぐらい入ってるんですよ、うん、でそれのマゴット・ブレーンっていうのを、うん、聞いていただきたいんですけど、うん、最初のミックスってドラムがちゃんと入ってるの、だから割とちゃんとバンドっぽくなってて、うん、まあ、そんなにそれでもあのすげえドラマチックなことにはならないんだけれども、うん、ジョージ・クリントンの本当に天才は、うん、その旬ドラムとか全部落としちゃうんだよ、すげえなみたいな、でそのことについてそれがいかに天才的かっていうのはピッチフォークのレビューにも書いてあったけど、ああ面白い、だからなんだろうな、ドラムいらねえなみたいなのをなんとなくこう煙とかいろんな薬でもやった頭の中で思ったんだろうな、うん、いいよみたいな感じ、それはそう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 、だからそれね、それはねちょっとすげえクリエイティブディシジョンだなっていう感じはする、天性ですね、それは素晴らしい、だからそれいい話だなと思ってさ、だから変わってんだよ、なんかマゴット・ブレーンっていう曲、それ俺一応葬式でかけてほしい曲のリストに
孫ってぐらいなのかなって思うけど、大体俺落ち込んだ時に繰り返しマゴットブレーン聴くっていうのを やってて、マゴットブレーンだけでその結構いろんなバリエーションあるんで、それだけ聴き続けるようなあるな。それは楽しいですね。それ今僕グレートフルデッドでやってることと、あ、そっかそっか、なんでデッド聴いてんの急にグレートフルデッドにハマるハマるっていうことだけど、だからよくよく考えてみたらネットで聴けるってことに今まで全然気づいてなかったんですよ。ライブとかって、ライブ版、うん、音源とかだってデッドほとんど全部あるじゃないですか。あ、なるほど。だからもう今も出続けてる、うんうん、あ、そうで、そう結構デッドに限らずなんですけど、うん、なんか割と僕高校生の時からクラシックロック的なのが好きだったから、うん、けど、まあ、その頃ライブ音源とかやっぱなかなか手に入らなかったけど、そういや YouTube で検索すればすぐ聞けんじゃんっていう、割と今だらつんのは当たり前だってことに今更気づいて。で YouTube に上がってるライブフルジャックみたいな。ああ、全然デッドはいっぱい上がってますよ、ね。まあデッドはまあどうせね、あの、なんだっけ、あの有名なページとか行けば、あ、そうか。音も全然あるんで、全部フルで。で、危険じゃんと思って。で、それで、ご丁寧にね、あの、ピッチフォークとかもそうだし、ローリングストーンとかも、あの、このライブからまずは聴いとけやリストみたいなのがね、あるんだ。あって、で、それ聞いてると、あ、確かにこれずっと聴いてられない。これかけてるだけでいいじゃんって思って。だから、で、どうやって、とは基本的にそれで一生終えるって話だからな、うんうん、そりゃハマるよね。え、それちなみにいつのライブ聞いてる？79年だかのやつの、あの Eye of the World って曲、うんうんうん、素晴らしいなって今更感動して、なるほど。でいつだったかの、74年だか79年だかの Eye of the World がすごいいいって、それはローリングストーンに書いてあったのかな、うん、それってでもオフィシャルのあれじゃなくて完全にブートってオフィシャルブートって概念もないんだけどな。オフィシャルで出てるのかな、オフィシャルで出てるのか、うん、それ確かに間違ったかもしれないですけど、うん、そっか。いやデッドはやっぱりすげえな。俺もだからさ、ほら小熊くんがデッド聴いてるんですよ、うん、俺去年ぐらいかな、うん、あのジェリー・ガルシアバンドが好きなんですよ、うんうん、でそのジェリー・ガルシアバンドのプレイリストっていうのを結構シコシコ作って、うん、30曲選んだ、うん、それだけで4時間半になるっていうねそうだからあの結構ほら原稿を1本書くのに、うん、そのずっと書けてって、うん、まあ5時間ぐらいで1本書き終わったみたいなさ、うん、まだやってるみたいな。マジで時間泥棒ですよ時間泥棒だし、もうこれがあれば配信ライブはこれが配信ライブでも本当にやっぱりさ、デッド、俺の仮説はね、この話したっけな、要するにインターネットはどこから広まるかっていう話の中で、うんうんうん、まあやっぱりデッドヘッズって、うん、そのあれ結構ちゃんと郵便使ってすげえ精緻な、うん、あのやり取りのシステムがあって、うん、まあ、それとやっぱり そのネットワークの上にやっぱりデッド、うん、あ、違うわ、そのネットワークの上にインターネットが乗っかってくるっていうさ、でそうじゃないと、なんでインターネットが出てきた瞬間音楽のファイルをやり取りするっていう、うんうんうん、ある種のミームが発生するのかっていうのってさ、うんうんうん、それでデッドがあったからしかなくない、かなり貢献したでしょうね、すげえ貢献してるっていうか、それが ほぼファンデーションだろうっていう風な気が俺はするな、うんうんうん、何年か前にね、マーケティングの関係で佐久間さんがね、インタビューをやるのされて、うん、そうそうそう、だからなんかそうなんだよ、だからインター的、ネット的なるものはさ、うん、やっぱりデッド的なものだからさ、うん、デッドのライブって、まあある意味なんかそういうライブ配信、ね、ライブ配信じゃないけど、うん、ね、で多分全部は聞けないから、てか多分そこまでは熱心に掘らないから永遠に謎で残り続けるし、うん、だからそれもまた安心っていうか、そうなんだよな。ちなみにフィル・レッシュ11位ベーシスランキングフィルレッシュとかってのも変わったベーシストなんだよな、本当にな。なんかあのネットフリックスのデッドの
ドキュメンタリーとかって見てない。あ、そうなんですか。あのね、それはあいつ、あのジェリー・ガルシアじゃなくて、うん、もう一人の方なんだっけ、ロバート・ハンターじゃなくて、あのもう一人なんすだっけ、顔は出てきてんだけどな、なんだっけ、レッドのジェリー・ガルシアじゃなくて、あ、ボブ・グビア。あその追っかけたそのドキュメンタリーで、あのまあ別に何が面白かったかって言ってあんまり覚えてないんだけれども、なんかほらやっぱり俺ね、デッドに関して言うと、うん、ほら分かりにくいバンドなんだよ、うん、やっぱりさ、うん、でほら俺基本的にあんまサイケカルチャー好きじゃないので、うん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 、なんだけれども、やっぱりほら俺やっぱアメリカンビューティーとその、うん、ワーキングマンズデッドってあるのがあって、うん、それ完全にカントリーっぽいさ、うん、であれがやっぱり本当に結構好きだったんだけど、うん、でもアメリカンビューティーとかっていうのもさ、変わった音があるそうですよね、うん、だからあれもさ、なんかアメリカーナっつってるけどさ、うん、すげえちょっとヘンテコな感じになってて、ね、そうそうそう、でやっぱりほらジェリー・ガルシアは何だろうな、うんと本当になんていうの、普通にバンジョーを弾き出しさ、うん、なんかそういう意味で言うとそのフォークリバイバルっぽいののトラディションにはちゃんと乗っかりながら、うん、やっぱりエリ聴いた時のなんていうの、ほらツヤツヤする、うん、そう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 、あれどっからなるんだろうなみたいな感じは本当に、そうなんですよ、なんかピューンってどこまでも続くようなあの感じ、あれはやっぱりちょっとなぁ、ちょっとすげえなぁっていうのと、あとねそのベーシストっていう話で言うと、うん、あのねこれなんですよ、これもね誰も知らない、ジェリー・ガルシアバンドのベーシストはずっとジョン・カーンって人なんですよ、ね、うんうんうん、この人がねすげえ面白くてね、なんだったっけな、なんか割とね、あ、そうそうそう、ハリウッドのタレントエージェントに養子になってこれすごいんだよ、ベバリーヒルズで育つんだけど、うん、ベビーシッターがマリリン・モンローだったって、うん、ウィキペディアに書いた。ベビーシッターがマリリン・モンローだったってよくわかんないですけど、どういうシチュエーションですかそれ。だから要するに多分女優にの卵だったマリリン・モンローが、うんうん、あー、そういうことか、ベビーシッターとして雇われてた。まだあれだった頃の多分ね、多分ね、そう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 、いい話だなと思って、すげえなそれが後年そんなことに、そうそうそう、で96年ぐらいに亡くなってんだけど、うん、ほとんどね、ほとんど知られてないんだよっていうか、うん、本当にジェリー・ガルシアバンドでしか やってない感じなんだよな、うん、だけどね、すげえいいベーシストで、うん、この人とかね、ちょっと自分のベーシスランキングっていう感じ。なるほどね。でもやっぱりブリアリーそのベーシストランキングっぽい話で言うと、うん、その天下のグレートフルデッドですら、うん、ディスコっぽい曲をその時期に作ってるじゃないですか、シェイクダウンで。だからやっぱりその時代にやっぱみんな、まあソンズとかもそうですけど、みんなディスコっぽい曲を作らざるを得なかった状況っていうのって、うん、今思うとなんかすごくないですか。そうだな、まあでもなんだろうね、でもやっぱりさ、わかんない、新しいことってやりたいんじゃないですか、わかんない、全部がレコード会社のあれっていうわけでもないかもしれないしさ、でもまあキッスから何か、まあそのキッスまあ、そこやんのかみたいな、キリがない、ピンクロイドもね、そっかそっか、あれだってあのダブアルモとかもディスコってるんですかもんね、うん、そうだな、確かに、そんなだって別にグレートフルデッドやんなくていいんだよ、ね、やんなくていいんだよ、そうもやってで結構いい曲じゃないですか、うん、やっぱ そこにもやっぱ割と感動多いじゃん、今なかなかあんまそういう話をね、なんかね、まあみんなトラップやっちゃいましたみたいな、なくはないけど、うん、ないじゃないですか、まあなんかみんなトラップやるみたいな感じなんですかね、うん、ね、ノリとしてはね、そう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 、近いでしょうけど、そうそうそう、でもそれってなんか面白いよね、やっぱりね、うん、なんかその
なんつうのそれなりの解釈もあるし、うん、ほらデッドがやったら普通にディスコにならないわけじゃん、うん、本物とは何か違うみたいなそうそうそうでもそっちの方がいいかもみたいな、まあ、そういう意味ではさっきの、あのイギリスすごいよねって話を、うん、まあ近いかもしれない、ある意味近いそう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 3位がジョン・エントイッスルで、うん、2位がチャールズ・ミンガス で、うん、で1位がジェームズ・ジェマーソンで、うん、なるほどねっていうさだからまあここら辺はちょっとある種時代感を、まあそうですね、させてるっていう風な感じなんですよ、うんなうん、でも最近ザ・フーもよく聞いてるんですけどそれよくわかんないな今更ながらいやだからまあ、どうしたのなんで高校生の時に「キッズ・オール・ライト」の映画のサントラだけ僕先に聞いたんですよなるほどで「ああキッズ・オール・ライトも」も今その気なら見れんじゃんと思って見たんですよ素晴らしいと思ってマジで俺見たことないまあ要はあのライブっていうかあのドキュメンタリーインタビューと合間に挟みつつのライブ映像とかテレビ出演像とかがやってるやつでで最後キース・ムーンが死ぬ直前のライブで締めるっていう感じなんですけどなんかまあやっぱはキース・ムーンももう完全にザ・フーじゃないとできない他ではできないってなんかキース・リチャーズとかも言ってた、うん、一緒にセッションしたけどこいつはできないビート・タウゼントじゃないと一緒にできないみたいなことを言っててなるほどねあのそれは面白いなって思った、うん、でそうそうそうだからそのアンバランス感のだからあと とにかくド迫力勢いで攻めまくるけど音楽的にもしっかりしてるみたいなその面白さもあるけどでもザ・フーってジョン・エントリスル、まあ、3位で、ね、やっぱまあめちゃめちゃ かっこいいっていうか動かないね演奏かっこいいですけどジョン・エントリスルが亡くなった後になぜかピノ・パラディーノがベースやってるでまあライチャノンとか僕見たことないですけどでもジョン・エントリスルの代わりがピノ・パラディーノってなんだよっていうまあこのベーシストランキングピノ・パラディーノも入ってましたけど、うん、当然なんか不思議なバンドの歴史を歩んでるなそっかそっか面白いなちょっとなんかそういうのとかも今更ねまあファンには集中事実ですけど、うん、今更ちょっと面白がって、うん、なるほどな不思議ヤフーはねいや俺もなんか昔は頑張って聞こうって感じでやってたけどふーって体に入ってこねえんだよなピンボールウィザードとかサマーエムとかも好きは好きだけど、うん、そうだから俺何度もトライしてやっぱ入ってこねえなっていうバンドがいくつかあって、うんうんうん、まあその中でふーはその一つだなトミーとかちょっと聞いてらんないですよね正直、なんか、うん、ちょっと魅力が分かんないな、うん、歴史の書き換えで言うとトミーはちょっともう今もうないっていう感じな、うん、何がいいのって今風聞くんだとでもやっぱりキッズ・オブ・ライトは必然的にベスト版的内容なんで、まあ、それでいいんじゃないかっていうのが僕のなんかアルバム単位でどうこうっていうバンドじゃんあのフーズネクストとかねハードロックっぽくてかっこいいけど、うん、なんか別にそんなそうなのか、うんライブ音源が好きっていうあなるほどね、うん、それやっぱ気すんのってか、まあ、気すんの、まあ、全体トータルトータルでって感じじゃあライブ聞くよ、うん、じゃあやっぱよっぽどライブ行きたい人間になってるのかもしれないですねやっぱなるほどね飢えてる行ってないみたいなねなるほどそっかそれでまあそうだな1位ジェームズ・ジェマーソンっていうのは、うん、まあモーターなのかな、うん、まあそこはなんかいかにもアメリカ的だけどでもまあ、うん、いい感じですよね、うんそうだまあ、みんなね憧れて真似してってことでしょそうだよなそうだよな、うん、すげえな、うん、なるほど影響力ランキングだっていう、うんまあ、あとミンガスっていうのはね、うんまあ、ブラック・ライブズ・マーターがあるからな、うん、やっぱりな、うん、なるほど勉強になるないやベーシストねこんなにねしゃべる、まあ、まだまだね全然いいですけどねいやランキングがこういう話で広げられるからいいですね。そうね。飲み屋で、そう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 。うんとかつってさ、そうなんだよな。俺がね、結構嬉しかったのはあれかな。俺、フリートウッドバックのやっぱりリズム体っていうのは本当に優れてるって思ってるんですよ。フリートウッドバック。
とジョン・マクビー、うんうんうん、まあ、ジョン・マクビー多分30位とか40位ぐらいだったと思うけれども、うん、やっぱ今入るよなみたいなのってあるじゃない。ありますね。そうそうそう、うん、でも絶対フリートウッド・マックじゃん。それこそだからフィービー・ブリッジャーズみたいな人とか、うんうん、まあハイムもそうだし、うん、そのビッグシフトとかですね、うんうん、みんなフリートウッド・マックみたいなもんですか。そうで言及するじゃない。だからやっぱりフリートウッド・マックがいかにそうですね、大きい存在かっていうのは、うん、それも今一つ日本ではさ、そうですね、うんうんうん、ね、なかなか伝わりづらいところがあってさ、うん、結構今のアメリカのロックね、ここ数年の流れを知るためには多分フリートウッド・マック聞いてないと多分あんまよく分かんないところ絶対あるよな、うん、そうそうって話を。じゃあ次ですかね。はい、というわけでじゃあお疲れ様です、はい、お疲れ様です。